マクラーレン MP4-7A は、マクラーレンが1992年に投入した、フォーミュラワンカーである。チーフデザイナーのニール・オートレートエアロダイナミシストのアンリ・デュランが設計した。1992年シーズン第3戦、ブラジル GP から最終戦まで、実戦投入された。シャーシ名称が MP4-7 ではなく MP4-7A となったのは、当初より、 改良型 B スペックシャーシを投入する予定があったからである。マクラーレンはタグエレクトロニクス製のアクティブサスペンションを搭載した MP47 バイトを準備しており、シーズン中のテストでも実際に走らせていたが熟成に手間取ったため、実戦投入は翌1993年の MP48 に持ち越しとなった。マクラーレン MP4 シリーズはオス型成形の カーボンモノコックにアッパーカウルを被せる手法を継続してきたが MP4-7A ではトレンドに従い目姿成形に変更された曲線のついた細いノーズは控えめながらハイノーズ化されたハイテク装備では前年の MP4-6 からテストしていたセミオートマチックトランスミッションを正式に採用エンジンのスロットル制御は 機械式に代わり電気式のドライブバイワイヤーを導入した。ホンダ最後の V12 エンジンとなった RA122EB エンジンは、シャーシー搭載時の空力性能を阻害しないフォルムを追求するためにオイルポンプなどの補給類をすべてエンジン前半部に配置し、エキゾーストマニホールドの拡幅を防ぎ、またテールパイプをエンジン付近に配置することで排気系レイアウトを コンパクトにした。1992マクラーレン MP4-7A ドライバーは1991年のと、同様アイルトンセナとゲルハルトベルガーを起用。1992年シーズン、マクラーレンは、開幕からの参戦を前年に使用した MP4-6 を改良した MP4-6 バイトで戦う予定であった。これは信頼性が、 不安視される序盤を確実に乗り切る戦略を取ったことによるものであった。しかし、蓋を開けてみると、リアクティブサスペンションなど最先端の電子、制御システムを開幕から投入した、ウィリアムズ FW14 バイトが、抜群の信頼性と圧倒的な、速さを見せ、ナイジェル・マンセルが2連勝を飾った。開幕ダッシュに失敗したマクラーレンは、 第一戦南アフリカ GP で惨敗した翌日、イギリスシルバーストンサーキットで、テストドライバーのマーク・ブランデルにより、ニューマシン MP4-7A の実装テストを開始した。出来上がったばかりのマシンでは、MP4-6 バイトとの比較も、ままならなかったが、旧型車ではウィリアムズに立ち打ちできないことが明らかで、 あったことから、予定より、大幅に前倒しして、第三戦ブラジル GP より MP4、7A を実戦投入した。モナコ GP で、MP4、7A をドライブするアイルトンセナ。ナイジェル・マンセルの猛追を振り切って、モナコ GP4 連勝を達成した。第三戦ブラジル GP で、マクラーレンは、なりふり構わぬ、物量戦術、人海戦術に打って出た。 シャシーの使用制限がなかった当時、レースカー2台に加えて、T カー1台とスペアモノコック1台を持ち込むのが、通常であったが、ブラジル GP では、新車 MP4-7A の3台に加え、1万1のために、旧車 MP4-6 バイトの3台、さらには MP4-7A 用に、同時投入した新型エンジン RA122E。 B と Q 型 RA122 位を、それぞれ6機ずつ持ち込み、マクラーレン、ホンダともに、通常の倍の人員で臨んだ。しかし、予選ではポールを獲得したマンセルに3位のセナは2秒も、離され、レースでも、両ドライバーとも序盤で、リタイアとなった。第6戦モナコ GP では、マンセルのタイヤトラブルにより、セナが優勝。 第7戦カナダ GP でもベルガーが勝利したが、ウィリアムズとの差は容易に詰まらず、ミハエル・シューマッハをエースとしたベネトンとコンストラクターズ2位争いを演じることとなった。そんな中、この年のイタリア GP で、ホンダは同年限りの F1 活動を休止を発表した。ホンダは第2期最後の地元レースとなった日本 GP で特別スペックを投入したが、セナは エンジントラブルで早々にリタイアした。最終戦オーストラリア GP 予選では、ウィリアムズとの差をコンマ5秒差まで詰めた。最終的に5勝を挙げ、コンストラクターズには失手したが、1988年から続けたコンストラクターズ連覇は4でストップした。セナとベルガーはドライバーズポイントでシューマッハに敗れた。ベネトンに比べてエンジン、 ギアボックスの信頼性が劣ったことが敗因と言える。http://www.statsf1.com/.en/.mclaren-mp4-7a.aspx。ありがとうございます。